江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はサムスンの話ですよ。もう信じられないと、サムスンがハレンチ、なんと私のヌード写真を覗き見た。ああ、ハレンチだね。はい、それではですね、こちら見ていきたいと思います。くーちゃんお願いします。修理のために携帯電話を1日預けたところ、誰かが私のフォトアルバムを1時間以上も見ていたことが分かったら、皆さんはどうしますか？このようなとんでもないことがサムスン電子のサービスセンターで起こりました。レポート。先月、サムスン電子のサービスセンターに携帯電話の修理を依頼した30代の女性キムさん。1日で割れた画面は修理されたものの、携帯電話の使用記録から不審な点を発見しました。サービスセンターに携帯電話を預けたその日、自分のフォトアルバムを誰かが1時間以上も見ていたのです。キムさん、被害者、ダイエットするときに写真を全部撮っておくじゃないですか。そんな感じで撮っておいた裸の写真も全部入っていました。個人情報も全部入っていて、金融取引の内容とかも。説明を求めると、サービスセンター側は修理技師が携帯電話を修理中に少し見ただけだと弁解しました。キムさんとサービスセンター側の電話通話、エンジニアがちょっと好奇心だったのか、ミスだったのか、修理中にちょっと見ただけで。しかし、写真アルバムを見た時間はサービスセンターの営業がすでに終わった夜8時から10時までの間でした。おや、 CCTV の閲覧を求めると話が変わりました。キムさんとサービスセンター側の電話通話確認したところ、顧客の携帯電話を蚊に持って帰ったようです。修理技師が持って帰って30分くらい。サービスセンター側は新しい携帯電話を提供するとして保証を提案しましたが、キムさんはすでに極度の不安と精神的な苦痛に陥っていました。キムさん、流出に対する懸念が一番大きいですし、いろいろ心配で最近は薬を飲まないと眠れない状態です。他の会社でもなく、サムスンじゃないですか。実際、私以外にも自分が被害者だと気づいていない被害者がたくさんいるかもしれません。サムスン電子サービス側は被害顧客に謝罪し、顧客保護と保証、再発防止のために最善を尽くすと述べました。はい、というね、話題でした。それではですね、こちらに対して警告の反応いってみましょう。はい、それではですね、1人目、こちらポン。サムスン、まずはこのような変態的な性欲者を直ちに処罰し擁護しようとしないこと、司法処理にも積極的に協力すべきである。警告を代表する企業であることを自ら証明するべきだ。455-7、修理を依頼する前に修理モードを有効にすると、このような個人情報の流出を防ぐことができます。最新のサムスンギャラクシーなら可能です。修理を依頼する前に修理モードをオンにしてから依頼してください。233-7、いや、それ以前の問題だろ、見ちゃダメだろ。保証は予定していた額の10倍を払い、その社員は警察の捜査を受け、携帯電話とパソコンの解析を行うべきだ。127-1、これはサムスンの問題ではなく、その修理技師の個人的な良心の問題だと思います。ただし、会社としての解雇や退職などの措置が先行されるべきです。こんな技師がセンターにいることが企業イメージにどれだけ悪影響を与えるか、会社側もしっかり判断するでしょう。164-46、家に持ち帰ったのは明らかに意図があるから、保証だけでなく処罰も必要だ。97-0、あの変態が若い女性の裸体写真を見ただけだと思うか？おそらく自分の携帯に全部コピーしただろう。このような問題を言葉だけで解決してはならない。あの技師は個人情報流出と性犯罪者として現行犯逮捕し、サムスンは責任を持って写真の流出を防ぐべきだ。それから保証を考えるべきだ。36-1、正直な修理技師たちまで非難される。何か安全装置を設けるべきだ。お互いに不信感がなくなるようによく対処してほしい。15-0、またフォトアルバムの裸体写真を見て G をしたのか。サムスンもイゴンヒがいなくなってから没落するが。36-23、ダイエットするときに裸体写真を証拠として残すのか。男性もそうするのか。下着は着たまま写真を撮らないのか。17-7、ダイエットするときに裸体写真を証拠として残すか、まあビフォーアフターでしょ。
昔は下請けだったけど、今は正社員だから、サービス技師たちの態度がかなり悪くなっている。下請けでも元請けでも関係なく、本社の事務職ではなく、サービス技師であることを忘れてはいけなかった。最近のサービス技師たちは本当にサービスが悪くなった。昔、下請けだった時のサービス技師たちの方がサービスが良かった。13.3。こういうとこでもサムスンってもう落ち目なんだね。技師が本気になれば、このような行動ができるというのが衝撃的だ。8.0。大企業サムスンがそんなことも教育できないとはとても失望です。7.0。携帯電話の使用記録をどうやって確認できるのか。6.0。バッテリーでできるんじゃないかな、多分。アプリ、何のアプリを使用、何時間何分使用しているかっていう項目あるよね。はい、それではですね、チャットの反応いきましょう。いやー、ハレンチだわ、ハレンチ。じゃあ上の方からいきますかね。信じてたんか、わら。オインクの国の人が信じられないってどういうこと。そんなもん保存してる方がどうかと。そんなもん保存してる方がどうかと。あれ、二度も言った。そんな恥ずかしい画像スマホに入れたまま修理出すなよ。え、その中にヌード写真あったん。わらわら、まずそこがダメじゃね、わら。修理に出すならそんなデータ移動して消しとけよ、わらわら。他人に渡すのにそんなの入れておくなよ。なんで自撮りヌード撮るんだよ。なぜセルフヌードを本体に保管した。他人の携帯見るってもう信じられない国に認定。サムスンに謝罪と賠償を要求するにだ。ほんと、使う側も預かる側もリテラシー低いな。だからこんな倫理観のところで個人データの管理をさせようとすること自体が間違い。渓谷さんは守備範囲広いもんな、わらわら。守備範囲。被害者ダイエット記録の写真だったのに写真コパッカーン。いやいや、何で本体に保存してんのよ。 W カードに保存して預けるときに抜きゃええやん。なんでクラウドに保存。いや、自分の写真、ヌード写真って別にヌードに脱ぐ必要はないよな、下着はな。いや、そういう画像を入れたまま修理出す方も悪いと思うけどな。まあどっちも情報セキュリティ意識低すぎだわ、わらわら。まあ LINE であんなやら可視する国のガバ加減じゃこんなの序の口でもあるだろう、わら。義師、私にも好みや趣味がありますが、そんなことしてません。まさかこれを理由に LINE などの情報漏洩をやむないことと主張する気か。だから LINE もただ漏れなんだね。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。